はい、どうもタンタン札幌店です。本日はこちらのクワイアンウクレレからスルーネックコンサートのエゾザクラが入会いたしましたのでご紹介いたします。こちらのモデルは北海道の店舗限定のモデルでして、通常のスルーネックコンサートの違いはこのサウンドホールのところにいる桜の透かしが入っているんですけれども、こちらただ桜が入っているっていうだけではなくて、このブリッジとこの指板が北海道産の桜を使用したモデルです。トップ材がエゾ松の単板、そしてサイドバックがトド松ですね。でこちらのモデルだけこのボディの後ろに北海道ウッドっていう刻印が入ってますね。今回入ってきた木はこんな感じです。クワイアンウクレレは一本一本見た目がね全然違うので、これいいなっていうのがあったらぜひそちらもおすすめですし、自分のウクレレって結構わかりやすいウクレレだと思います。あとはこの指板状のドットがこの4弦側に寄っていますね。でサイドポジションも黒色のポジションが入ってます。でこちらは丸いサウンドホールなんですけれども、サイドホールも空いてますね。なので通常のモデルと比べると、材が少し違うっていうのもあるんですけれども、少しだけすっきりとした感じで甘めの音色だと思います。かなり音も伸びてくれますし、音の輪郭もはっきりしているけど音が硬すぎないウクレレだなと思います。結構ネックの握った感じも少し太め、厚みのあるネックだなっていう感じがしますね。結構そのウクレレでソロ弾きをするときに薄すぎてしまうとちょっと指動かしづらいなっていうことがあるんですけれども、そんなこともなくすごく指も動かしやすいですし、親指も安定して置きやすいウクレレだと思います。こちらのクワイアウクレレのスルーネックコンサートエゾザクラ、気になる方はお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。